皆さんこんにちは、のりしろ太郎です。本日も、なかなかの大好評をいただいておりまして、学研電子ブロックやってみたいと思います。こちらですね。はい、こちらの学研電子ブロックです。ですね、今日は、面白い回路を、まあ、ないかなということで、ですね、拡張キットっていうものが出ておりまして、ですね、こちらですね、こちら拡張キットになるんですけれども、通常の学研電子ブロックとまた別に、まあ復刻版です。こちらオリジナルではなくて、こちらの、EX150 学研電子ブロックをベースにこの拡張キットを使うとさらに、いろんな回路を楽しめるっていう、まあでこちらの拡張キットが20年ほど前に出たものなので、まあ、当時なかった新しい回路が楽しめるっていうことで、この中から今日はやってみたいなと思います。でこちら、拡張キットについてた回路集なんですけど、ここを見てましたら、ちょっと上のカメラも行こう。あ、今日3カメ体制でお送りします。まあこちら1カメで、こちらが2カメ、上からのカメラで2カメ、それからはい、これですね、ちょっと見えますかね。これ。ちょっとこう、私の頭の上にあるのは、このカメラ、マクロレンズつけてます。で、大きく映せるように、はい、上から、まあ上から、斜めから大きく、こちらより大きく映るかなと思うんで、ちょっと前より見やすくならないかなと思いまして、今日は試してみたいと思います。はい、ということでやってみたいと思います。でですね、ここにちょっとある程度ブロック、ジャンルごとに EX150 の基本キットの電子ブロックある程度準備してます。でバッテリーはご視聴者様から貴重なコメントいただいて、アルカリ電池を使った方がいいっていうので、まあ、アルカリ電池、炭酸4本、すでに、拡張キットに入れて、ごめんなさい、EX150 に入れております。はい、ということでやってみましょう。で、この回路集の、まあ、いろいろ、新しい回路が、まあ、拡張キット自体が、新しいパーツがある、入っているものがあるんですよね。なんか光ファイバーとか、こう、音階円盤というものであったり、まあ、電池用コードで新たなブロック、まあ、同じものもあるのかな、まあ、ブロックがついてきまして、まあ、もろもろちょっとついてるっていうことで。で、この回路集見てましたら、ちょっとやってみたいなっていうのがいくつかありまして、これですね。マイクでイルミネーション。これ今日やってみたいなと思います。この、マイクの声や音楽に反応してフルカラー LED ランプが点灯します。この回路では音量が小さい時は緑色に、大きくなると黄色からオレンジ色になります。マイクに入った音を増幅し、 LED ランプ点灯用の2つのトランジスタを作動させています。まあうんぬんかんぬんっていう感じなんですけど、音が小さい時は緑色、大きくなると黄色とかオレンジ色になるっていうことでやってみたいと思います。回路図これですね。これ見る人見たら分かるんでしょう。私ちょっと全然分かんないんですけど、こういうこれを使うみたいですね。このこれがマイクですかね。かっこいいですね。これはこれなかなかレコーディングとかに使いたいようなかっこいいマイク。ほれ、かっこいいでしょ。このマイクをちょっと使っていきます。さあ、では頑張ってやってみたいと思います。拡張キットの回路集で、ナンバー11マイクでイルミネーションですね。ではやってまいります。よし、やってみます。
ちょっとまあこれまでの反省を踏まえてですね、ここに全部ちょっと映りきらないかもしれないですけど、ここにブロックちょっとはみ出してるんですけど、ここにもあるんですけど、こっちにもあるんですけど、まあブロックを開けてありますね。分かりやすいと思います。ではやってまいります。あんまり時間かかってるとね、本当になんだかんだ時間かかりますので、2倍速おすすめしております。私2倍速もしくは何かしながらで結構ですので、装置ができましたら、回路ができましたら、皆さんに話しかけますので、それまでなんか別の作業をしていただいて結構ですので、しばらくなんかなんとなく何かをされていてください。その方が私も集中してできそうな気もしますので、はい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 、この絵的に本当に変化がない絵がしばらく続きます。まあ簡単な、なんていう、リードブロックって言ったかな、呼んでたのかな、リードブロックを先にさせていただこうかと思ってます。あれパーツ足りるのかな、パーツが足りるのかな、これ、え、なんか最初から不穏な、あれ、あれれれれ、あ、もう拡張、え、パーツ足りるかな、ちょっと拡、あ、ごめんなさい、拡張キット出してなかったですね。これです、これです。パーツ足りるかな、ちょっとこれ一回、あれ、もしかして、あ、これ拡張キットで、ここにまあ電池入れとかないとダメなんですけど、これでまあ Amazon の電池入れました。で、色が金色なんですよね、この上に印刷っていうか、ちょっと印刷っていうのかな、この色が違うんですよ、ここちょっと色違うの分かりますかね、こちら拡張キット、こちら EX150 の標準、シルバーとゴールドになってるんですよ、拡張がゴールドです。ちょっとまあやってまいりますわ。ちょっと拡張キットの分類してないんで、拡張キットの分類はしてないんで、ちょっと時間かかっちゃうかもしれない。ちょっとここに、拡張キットからパーツもらわないとできないかも。いや、これ割と集中すると無口になりますので、ご了承ください。わあ、拡張キットあることですごいすごい探すの大変になりました。これ本当に本当に時間かかりそうです。本当に時間かかりそう。本当に集中すると本当に喋れないようになるので、4.7K これか。もう本当に素に戻ってきます。あ、やっぱりこれいるのかな、これ。拡張キットのリードブロックが。ではないと作れないのかな。まあ、ある程度進んできましたね。うわぁ。似てるなぁ、これとか。これとか似てる。あ、これフォーカス合わないか。これフォーカス合わないか。独り言言いながらやってきますので、気にせず見ていってください。気になさらずでお願いします。4.7、47ってあるのかな？ありそう。よし、これ、子供の頃、学研電子ブロックされてた人いますかね？私は小さい時体験はないんですけど、大人になってこうやって楽しんでるという。40何年、これ1976年にこの EX150 が出ているはずなので、それから何年だ、
すごい年月経ってるんですけど、わ、探すのむず、探すのむず、560K って初めて見たかも。 560K あるわ。 4.7K これよく見る。プラスじゃないわ、 T の字みたいな。で、1M、 これ本当に回路を理解しながら私やってませんので、もうこれ通りやってるという、もうちょっと理解が進めばいいんですけど、 RGB、 これのことかな。 RGB LED ランプですね、これ。これがまあまあやっぱり新しいって感じします。 1K、 これ本当に回路を理解してたらすごい賢くなりますね。理系に、本当に理系を目指すお子さんには最高の玩具だと思います。もちろんレゴもクリエイティビティ刺激していいと思うんですけど、これもなかなかすごいですよね。ブロックで遊ぶというよりも回路を作るというそのクリエイティブ、素晴らしいです。 10K、1M 合計、これ向きとかも間違ったらダメなんでしょうね。当たり前だと思うんですけど、 4.7 マイクロっていうんですかね、この U っていうのは。 4.7 マイクロ、よし。あ、なんかこのシルバーが EX150 で、ゴールドが拡張キットですね。結構拡張キット入ってきてます。はい、これでいいのかな。まあこれちょっと電池今日使わない、このキット回路では使わないですね。これにこの例のマイク、これで完成なのかな。ちょっと一応確認しよう。こう構成が大事です。構成が10K0.1、 これ抵抗だったかな、このイコールみたいな。合ってる、これは47、合ってる。さあ合ってるかな。ちょっとパワーこれ早めに入れておいた方がいいかもしれないです。ここに黒い線ちょっと伸ばしとこう。黒い線はここ、赤い線がここ、これでいいと思います。ではスイッチ入れますね。スイッチオン。お、赤く光ってる。あ、消えた。ちょっと見ましょうか。よし、もう一度スイッチ、ここに LED ありますので、ちょっと一回スイッチ切ります、入れます。うわ、あ、さっきより発光が短い。よし、まあまあちょっと入れときます。時間かかるかもしれないんで、これまあとりあえずできたと思います。とりあえずできたんじゃないかなと思います。これで回路的には問題ないと思います。さっきも赤い LED もつきましたし。よし、じゃあちょっとこれ一回回路集はこっちの端っこの方へと。ちょっと露出落としました。よし、さあではちょっと揺れてるな、やってみたいと思います。ちょっと音、小さいと緑色だったはずだ。音量小さい時は緑色、大きくなると黄色オレンジ色っていうことです。
ちょっとあのこれ近づけよう。めっちゃ、あ、なんか光ってる。あ、あれ？では、お、なんか喋ったらもうついてるわ。あ、なんか声決して小さくないんですけど、緑、あ、発光してきましたね。もっと大きく声出してみましょうか。はあ、はあ、え？結構声。まあ、見て、あ、すごい綺麗に光ってますね、これ。ちょっとこれ、フォーカスここに合ってるんか、どこに合ってるんかわかんないんですけど、どこに合ってるんかな。あの、緑色の発光、見えますね、正面カメラからでも。これこれ、ちょっと俯瞰のカメラでも見てみましょうか。ほら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 。ほらほらほら、見えますね。見えるんですけど、声が小さいと緑で、大きいと黄色とか書いてあるんですけど、今んとこ緑です。今で結構声でかくしても、おーです、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 緑です。あの緑色です。さっき赤とかついてたんですけどね。しかもさっきの場合声が小さくても赤だったという。まあなんかとりあえず光りました。はい、これはと合ってるんだと思うんですよ、回路自体は。はい、ちょっともう一度見てみよう。マイクの声や音楽に反応してフルカラー LED ランプが点灯します。この回路では音量が小さい時は緑色に、大きくなると黄オレンジ色になります。マイクに入った音を増幅し、 LED ランプ点灯用の2つのトランジスタを作動しています。音量が小さい間は回路図、まあ、上側ってちょっと図にあるんですけど、上側のトランジスタのみ作動して緑色を点灯、音量が大きくなると下側のトランジスタも同時に作動して赤色に加わりオレンジ色になりますっていうことらしいです。まあまあとりあえずね、結構声大きいんですけど、今結構声大きく出してるんですけど緑色に変わりはないという。おかしいな。あ、あ、マイク、ここの接触かな。ここの接触の可能性もありますね。ここなんか赤色になってきた。声が出ると赤色になってきました。あれれれ、暗くなあれ。ちょっと今ほら触ると接触不良かな、これなんか雷落ちたみたいになってるんですけど、これもうカメラも露出の判断がもう極めて難しい。うわー、これ難しい。ちょっと1番に切り替えます。ごめんなさい、ちょっと小さいんですけど。まあまああの声小さいと緑色、次緑色にならなくなったな。緑色にならなくなりました。声小さくしても赤く光ります。合ってるか合ってないかよくわかんないけど、まあまあ、あ、緑出てきた。緑出てきた。声が大きく、あ、あれ、声が大きくなっても次緑のままという。はいはい、こんな感じです。緑色になってます。声が大きく出しても、声が大きくなっても変わりません。いや、接触不良なんかな。今ちょっと手で触ってるんですけど。ここ、あの、触るといい、なんか。まあでも、成功ですかね、これ。小さくしても緑色にならなかったりするんですけど。はい、ということで、今日は拡張キット光実験60回路集っていう中から、ナンバー11
マイクでイルミネーションをやってきました。ちょっとこれもいいか。はい、ちょっと正面カメラもね、あのフォーカスが合わない。さあちょっと、サムネを撮っとこうか。サムネを撮らせてもらっていいですか。はい、これで完成です。ちょっと目力を、はい、ということで、いやーなかなかなんか成功してるか失敗してるかもわかんないんですけど、なんかお詳しい方いらっしゃったらあのコメントください。ありがとうございました。ちょっとまたここにすごい興味深いあの回路載ってるんですよ。次回それやってみたいなと思うんですけど、音階円盤、音階円盤で音階発生という装置、ナンバー53っていうのがあるんですけど、これですね、これで、回転させるのかな、回転させて光ファイバー、ここに今光ファイバー用意してあるんですけど、見えますかね、透明なんで見にくいと思うんですけど、これとこれを光ファイバーと、あとこれかな、これこのなんかモーターちっちゃいモーターついてるんですよ。モーター見えますかね、なんかこれにこういうことだと思うんですけど、こう円盤取り付けて回すっていう、これ面白そうでしょ。これ次回やってみたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。なかなかバシッとなんか大成功っていう形がなかなか今のところできてないんですけど、今度こそはこの音階円盤でバシッと決めたいと思いますので、お楽しみください。それではまたお会いしましょう。初めての方、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。はい。私はちょっと秘密基地に、これを持って行ってきます。それではまたお会いしましょう。さようなら。のりしろ太郎でした。いや、なんか成功したか失敗したかわかんないな、なかなか。今いい感じ。今いい感じ。ごめんなさい、舞い戻ってきた。ちょっと舞い戻った。終わりがけで、あ、なんか鳴った。時間かかるんかな、毎回同じこと言ってるけど。声小さいと、あ、ほんとだ。ちょっとなんなんだこれ、なんか鳴ってきました。やっぱ時間かかるのかな。ちょっと今さようならっていうつもりが、最後に鳴り出したっていうか、なんか毎回そうだな。どうもそうなのかな。まあ今声小さめで、大きくなるとこの通り、ちょっとチカチカしてますけど、ちょっと分かりにくいけど、これで見えるかな。声が小さいと緑色ちょっとちっちゃく、分かるかな、光ってるんですけど、ちょっとズームしてみようかな。少しだけズームしました。ここですね。声小さいと緑、ちょっと揺れてますね。声小さいと緑色で、僕まあまあ声小さいけど赤くなってるけど、まあ緑色出たり、大きいと赤とか。あ、これだわ。
さよならって言った時言ってよかったな。これ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 、あの緑色に光らす方が難しいな。緑色にかなり超えちゃう。あ、緑色、あ、マイク離すと緑色なりやすい。緑色と黄色、赤、オレンジっぽい感じ。はい、なんかあのなんとなく良くなりました。はい、やっぱりなんか時間かけた方がいいのかな。少しあまり急に結果を求めるとなんか温まってないというか充電されてないというか、そんな感じがしました。まあちょっとまあまあこれ成功だと思います。はい、ではまた音階円盤やってきますので、よろしく、あれ、よろしくお願いしますね。次回お願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら、のりしろ太郎でした。これ持ってさよならでしょう。さよなら。いや、なんか時間かけた方がいいね。